アーティフィシャルハーモニクスとは何かご説明したいと思います。特定のフレットを押さえ、12フレット分離れたフレットを右手で触れて他の指でピッキングすると。でこのようにピックを持つんですね。中指と親指でピックを持って人差し指で触れます。そしてこの薬指でこう弾くわけなんですけども、具体的に今3フレットを押さえてるんですけども、12フレット分ですので15フレットの真上を人差し指で触って1オクターブ上のハーモニクスが鳴るということです。下から見るとこういう形になってます。見えますかね。例えばこれをハーモニクスで弾くのであれば、こうなると。最初のドレは15、17、次がミファソが4弦の14、15、17、で3弦の14、16、17と触って薬指でピッキングといいますか弾いていくとアーティフィシャルハーモニクスがなります、はい、以上アーティフィシャルハーモニクスとは何かでした。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。